ボーダーブレイクはセガインタラクティブのアーケード用サードパーソンシューティングゲーム通称 b b ブ w など2010年10月21日に稼働したバージョンにボーダーブレイクエアバーストを経て2012年10月11日よりバージョン3ボーダーブレイクユニオンの稼働が開始された2014年4月17日からバージョン4ボーダーブレイクスクランブルが 2015年11月5日から、スクランブルのアッパーバージョン、ボーダーブレイクスクランブル部がそれぞれ稼働。2016年6月23日からバージョン後、ボーダーブレイク X が。2017年2月9日から X のアッパーバージョン、ボーダーブレイク X0 が、同年9月6日から、X0 のアッパーバージョン、ボーダーブレイク X0 プラスがそれぞれ稼働。 2019年9月9日の10周年をもってアーケード版のサービスが終了した。2018年8月2日にはエイジタイトルのボーダーブレイクで今週ーマー版が発売、配信開始された。ブラストランナーと呼ばれるロボットをカスタマイズ、操作して行うサードパーソンシューティング。筐体の基板にはリンエッジが採用されており、オールネットによるネットワーク接続で、 最大10対10の20人同時プレイを行い、プレイヤー情報を別売の専用 IC カードに保存できる。専用 IC カードは、ボーダーブレイクスクランブルまでは使用回数制限が設定されていたが、2015年11月5日、稼働開始のボーダーブレイクスクランブル部からは使用回数制限が撤廃され、使用回数無制限となった。 2017年4月28日以降は、オールネット対応タイトルで唯一専用 IC カードを使用するタイトルとなった。料金はゲームポイントを購入する形で支払い、GP はゲームのプレイ時間、ゲーム内アイテムの購入に充てられる。クレジットに応じてゲームをプレイするのではなく、GP によって一定のプレイ時間が得られる。この料金システムはその後発売される。 セガ製のアーケードゲームにも広く導入されており、また追随する形で、スティールクロニクルや、レフト4デッド、生存者たちから、など、他社タイトルにおいても類似した料金システムが、採用されている。デベニューシェアによって提供されており、稼働は好調で、セガサミーの IR 資料でも、たびたび本作が取り上げられる。年月日に用ソフトとして、 今週ーマー版が発売。詳細は後日。アーケードでの稼働開始から10周年となる2019年9月9日の2時をもってアーケード版のオンラインサービスを終了。これに先立ち、本協体用にマジャックへのコンバージョンキットが発売されており、これを用いてマジャックに改造、流用されている場合もあれば、コンバージョンせずにそのまま撤去されている場合もある。 マジャックにコンバージョンしなかった筐体は2021年2月26日をもって修理サポートが終了した。同アーケード版のサービス終了をもってオールネット対応タイトルで専用 IC カードを使用するタイトルはすべて稼働終了したことに加え専用 IC カードを使用してプレイするオンライン対応の日本国内向けアーケードゲーム作品は子供向けの トレーディングカードアーケードゲームと海外向けアーケードゲームの一部の作品を除きすべてのタイトルが稼働終了となった。コントロールパネル V 移動システム特殊操作イベントバトルバージョン1.5より追加一定期間開催されるイベント中のみ選択可能。イベントバトルへの参加やイベントポイントの報酬への交換を行うことができる。各バトルの後には報酬箱の代わりに プレイ成果に応じた EP が獲得できる。またイベント終了後に、そのイベント中の成果に応じたボーナス EP が追加で、支給される。EP は、素材、イベント限定のキャラクターパーツ、イベント限定の機体カラーに交換できる。後に、報酬は、シード交換に統一された。イベントバトルの戦場は、全国対戦とは異なるものが使用され。 BGM も専用のものとなる。マッチング幅は全国対戦よりも広くなっている。クラスポイントは増減しない。一部のプレイヤー間で EP を効率的に獲得するために、プレイヤー同士が結託して特殊な行為を繰り返すプレイが行われたことがある。これについては、セガ側から公式に禁止のアナウンスがなされており、2011年5月のイベントでは、 団合をしたプレイヤーに該当イベント成績の抹消以降のイベント参加権の剥奪などのペナルティが課せられた。イベントバトルの特別ルールは現在書きのものが存在するが特別ルールを使用せず全国対戦とほぼ同じ環境を行う場合がある。またスクランブルバトルとスカットバトルは個人演習や店内演習で常時プレイできる。全国対戦イベントバトルでは クラス別に対戦のマッチングが行われる。クラスごとのプレイヤーの数に応じて、マッチングのクラス幅が設定されており、クラス幅は頻繁に変更されている。また、イベントバトルでは、全国対戦とは別のクラス幅が設定されている。プレイヤーは、ブラストランナーと呼ばれるロボットを操作し、戦闘に参加する。ブラストランナーは、頭部、胴部、腕部、 脚部の4つの部位と、肉、シードという3種類のチップで構成され、それぞれ特徴のあるパーツを組み合わせて、直カスタマイズを行う。出撃時に強襲、銃火力、遊撃、支援の4つの兵装から1つを選択する。各兵装が所持する武器も事前にカスタマイズしておく。パーツと武器の組み合わせのパターンは、無数となり、試行錯誤して、自分の好みにあった。 ブラストランナーを構築していくこともこの作品の楽しみの一つである。ランクに応じたマッチング内の GRF、ユースとどちらかのチームに合流後、並走及び出撃地点を選択する。出撃地点に降り立ったら戦闘を行う。撃破されて一時撤退すれば、再び並走選択画面に戻り、出撃可能な拠点からの出発となる。自軍もしくは、 敵軍のコアが破壊されるか、タイムアップを迎えるまで、並走選択、出撃、戦闘を繰り返す。作戦中は、自分の取った行動に応じて、バトルポイントを付与され、作戦終了時に得られる報酬に影響が出る。画面上では、自軍に属するものは青色、敵軍のものは赤色、中立のものは灰色で示される。戦場は多種存在し、それぞれが、 プラントやカタパルトなど施設の数、配置を変えた数種類のマップを持つ。同じマップでも構造自体が変化したり特定の兵器が使用可能になるものもある。現在公開されたマップは28カ所。これにそれぞれの構造違い専用マップが存在して総数201となっている。いずれか一つのマップが原則として週替わりで指定される。 通常、次週のマップは、前週の金曜日に発表され、公式サイトのスケジュールと筐体のサテライトニュースで確認できる。全国対戦とクラン演習は、同じマップが使用されるが、イベントバトルユニオンバトルは別のマップが指定される。クラン演習と個人演習、店内演習では3種類のうちからマップを選ぶことが、できる。戦場によりチームの最大参加可能人数は、 6から10人と異なり、不足した場合は NPC 機体が補われる。マップごとの詳細は公式サイトの PDF を参照。全国対戦におけるプラント数の差によるマップ違いの目安として、奇数プラント数のマップがコア突撃主体、偶数プラント数のマップがライン戦主体となる傾向にある。停止されたマップには再出撃地点が空中で着地することなく、 直損壊になってしまうバグが発生したため、使用停止になってしまったでネブラ王地編のようなバグ主体のものや、マップが狭く両軍ともコアへ殺到し、タイムアタック並みの短時間戦闘が繰り広げられた、結果コアの耐久力が上がる等の処置を施された、トラザ山岳基地のようなマップも存在している。それでも殺到されて、ゲームバランスが崩れたため停止された。 処置前の最速タイムは戦闘開始してから、コア破壊まで60秒も経過しなかった。主にガイドブックや書籍、アドバタイズデモで語られる。家庭用の世界は、アーケード版と共通の部分を持ちつつも異なる。平行世界として、再構築されており、ホニエトガルアの二大人営の構想の背景で、SNCA とクレアシオンの対峙が行われ、それらが重なり合った形で、 ストーリーが展開されている。バージョン1.5マスターズガイド及びエアバーストテクニカルガイドに名前と設定が記載されている。デモムービー等のプレイヤーキャラクター名は原則としてこの名前が使用されている。キャラクターデザイン及びパブリシティイラストはイラストレーターの風間ライタによるもの。キャラクターボイスの担当については稼働当初から基本的に非公開だが バージョン3.0でエージェン側の担当を最初から公開されたのをはじめにバージョン4.0、4.5からメインキャラクターもスタッフにより徐々に公開されている。家庭用ではパラレル設定の形態をとっているため部分的にアーケード版と違う部分に留意。どのキャラクターを選んでもゲーム進行に差が生じることはないがタイプ別に使用できるキャラクターパーツが異なる。 詳細なアップデート年月日と内容は公式サイトのバージョン履歴を参照。頭文字、セガを関した公認のプレイヤー及びクランが存在するが入力できない。開発スタッフが全国体制に出撃するときはツイッターで事前に告知されることが多い。元スタッフ本作と連動したサイトボーダーブレイクネットが提供されていた。 アクセス可能時間は午前8時翌午前4時。2020年2月29日午前3時をもってサービスが終了。IC カードを登録すると様々なコンテンツを利用できる。登録できる枚数はスタンダードコースとプレミアムコースで異なっており、スタンダードコースは4枚まで、プレミアムコースは8枚まで IC カードを登録できる。BB、ネット内で使用できる。 仮想通貨のこと。メダルは主に以下の方法で獲得できる。BB、ネットメダルでは、以下の専用アイテムを買うことができる。また、プラモデルなどの関連商品の特典として、専用アイテムが獲得できるようになっていることもある。なお専用アイテムは、BB、ネットを解約すると消滅してしまうため注意が必要。ボーダーブレイクモービレ疾風のガンフロントマイナスは、 2013年3月8日にサービス開始のソーシャルゲームマイネットエンターテイメントとセガゲームスの共同運営詳細はボーダーブレイクモービレ疾風のガンフロントマイナスを参照2018年に家庭用ゲーム機への移植を発表同年8月2日にプレイステーション4用ソフトとして発売スターターパックとスペシャルパックの2種類が発売され スペシャルパックはダウンロード販売のみとなる。セガインタラクティブでは、初の自社発売による家庭用ゲームソフトとなる。PS4 版の発売においては、ゲームセンターが年々減少傾向にあり、地方のイベントにおいて、車で数時間かけていかないと、アーケード版がプレイできないという意見があり、それも反映したという。2019年3月14日には、バージョン2.00へ。 アップデートされる。アーケード版の際としては、一部商品に BB ネット用シリアルコードが付属。コトブキヤが販売する1、35スケールプラモデル。スカラダに同社のクロスフレームを採用しており、ゲームと同様にパーツの組み替えが可能。なお、家庭用版発売に際して、コトブキヤとの共同で実物大のプラモデルを製作し、ランナーの状態から形成。 発売イベントで、組み立て済みのものが公開された。すべてセガプライズからの販売。ボーダーブレイクのゲーム中で使用できるアイテムは、キャンペーン期間中に BB ネットで、BB ネットメダルと引き換えることで手に入った。なお、タイアップという形ではないが、バーチャファイター20周年の節に、アキラが使用する鉄山酷を、ほぼ再現した、アクションチップ、リアインパクトが実装されている。 電撃文庫ファイティングクライマックスでは戦闘背景としてもブラストが登場している。ありがとうございます。